名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。さあ、そして打席には銀次が入っています。さあ、なおもピンチが続き満塁の場面。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうです。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。サードランナーホームイン。イーグルス追加点を挙げました。4対1、ドラゴンズさらに満塁のピンチが続きます。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。そうですね、もう一息でしたね。もうちょっと打線の奮起を期待したいですよね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。皆様